かじらんのかーい。インコちゃんの趣味といえばかじることというぐらい何でもかじることが大好きなインコちゃん、かわいいですね。そんなインコちゃんを放鳥中に宿題があったことを思い出して、テーブルにノートや教科書を広げているとすぐにインコちゃんがやってきて、ノートや教科書をガリガリ。さすがに放っておくととんでもないことになりそうなので、代わりにいらないプリントを差し出します。そんな時についてしまうツッコミがこちら、かじらんのかーい。そう、インコちゃんはあくまでも飼い主さんが使っているものがかじりたいのであって、代わりにいらないものを渡されても興味は全くありません。そんな天の弱なインコちゃん、かわいいですね。あなたのインコちゃんについツッコミをしてしまうことはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ちゃんあるある、インコちゃんが床を歩き回る姿、かわいいですね。インコちゃんの特徴の一つであるツヤツヤのくちばしは、人間の爪と同じケラチンという物質でできています。そんなインコちゃんについ突っ込んでしまう瞬間がこちら。今座ってただけやん。そう、インコちゃんは時折ただ座っているだけの飼い主さんの足の指に突然襲いかかり、ガブッと噛みつくことがあります。わけもわからず唐突な痛みに襲われる飼い主さん、理不尽ですね。でもそれもまたインコちゃんの魅力ですよね。あなたのインコちゃんについ突っ込みをしてしまうことはありますか？コメント欄で教えてくださいね。インコちゃんが近づいてきてスリスリと頭をこすりつけたり、唇にキスをしてくれたりと、ストレートな愛情表現は本当に可愛いですね。お返しに鼻や唇で頭をなでなでしてあげると、とても気持ちよさそうにしてくれます。そんな時につい突っ込んでしまうことがこちら。なんで手はあかんの？そう、散々唇や鼻でなでなでされていたのに、なぜか飼い主さんの手で触れられることは嫌な子も多く、手を近づけるとガブッと噛まれる飼い主さん。インコちゃんにとって飼い主さんの顔と手は別の生き物扱いなのかもしれませんね。あなたがついインコちゃんに突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。つい突っ込んでしまうインコちゃんあるある24。包丁してもインコちゃんが手や肩から離れない、嬉しいですね。常に飼い主さんの体にしがみつき、下ろされそうな気配を感じると、さっと手の届かない背中側に回るなどして意地でも降りようとしないインコちゃん。そんな時につい言ってしまうツッコミがこちら。ほぼおんぶやん。そう、インコちゃんは飼い主さんが好きすぎるあまりに一切離れようとはせず、どこに行くにも飼い主さんにしがみつきついてくる、ゼロ距離ストーカーなのです。でも寒い冬には要注意。暖かい部屋から急に寒い部屋にインコちゃんを連れて行ってしまうと、インコちゃんが寒暖差でヒートショックを起こしてしまうこともあるのです。あなたがついインコちゃんに突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。つい突っ込みをしたくなるインコちゃんあるある25。床を楽しそうに駆け回るインコちゃん、かわいいですね。そんな冒険に夢中になるインコちゃんと、遊びたくなって少し離れたところからおいでと呼ぶ飼い主さん。そんな時につい言ってしまうツッコミがこちら。走ってくるんかーい。そう、インコちゃんは多少の距離ならわざわざ飛ばずに駆け寄ってくることが多いですよね。そして足元に来たらそのまま飼い主さんをよじ登るか、飼い主さんに手を差し出すように訴えかけてきます。そんな鳥なのに飛ばないインコちゃんに今日も癒されますね。つい突っ込んでしまうインコちゃんあるある26。インコちゃんの多彩な愛情表現は私たちの心まで癒してくれますよね。歌を歌ったり、ダンスしたり、飛行機になったり、腰を振ったり。その中でも特に異彩を放つのが求愛給餌、つまりおえおえです。自分の食べた餌をパートナーに分け与える非常に慈愛に満ちた求愛です。生き物が生きていく上で何よりも大切なのは食料。その食料を求愛のために分け与える、なんて素敵なのでしょう。そんなインコちゃんがおえおえしている時につい突っ込んでしまうのがこちら。自分で食べるんかーい。そう、インコちゃんは飼い主さんの指に必死におえおえして出した食料をそのまますぐに食べてしまうこともあるのです。何のためにおえおえしてまで餌を吐き出したのか、謎は深まるばかりではありますが、そんなインコちゃんの一生懸命なおえおえに心奪われるのです。あなたがついインコちゃんに突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。つい突っ込んでしまうインコちゃんあるある27。インコちゃんをカゴの外に出して一緒に遊ぶ包丁タイム、幸せですね。インコちゃんも飼い主さんにまとわりついたり、自分の好きなおもちゃで遊んだり、すぐに居眠りを始めたりと好きなように過ごしています。でもそんな包丁タイムも永遠には続けられないことがほとんどです。
心の中で、さてそろそろカゴに戻ってもらおうかと考えます。その時につい突っ込んでしまうことがこちら。テレパシーでもあるんか。そう、インコちゃんは飼い主さんが動かなくてもカゴに戻される気配を察知すると、途端に高いところや飼い主さんの背中側などに移動して絶対拒否の構えを見せることがあります。そんな飼い主さんの考えていることまでお見通しなインコちゃん、かわいいですね。ついインコちゃんに突っ込んでしまうあるある28。一人遊びするインコちゃん、かわいいですね。何かに夢中になる姿は、普段くっついてくるインコちゃんと違って、どこか野生の姿の印象を受けますよね。そんな一人遊びするインコちゃんと遊びたくなるのも飼い主さんの差がです。試しに名前を呼んでみると、こちらを向いてくれます。そして指を構えてもう一度名前を呼ぶ。そんな時につい突っ込んでしまうのがこちら。くんの顔もたらこうへんのかーい。そう、インコちゃんはこちらに向かって飛んできて、着地の体勢に入りつつもそのまま見事にスルーするという空気を読んだ行動をしてくれる時があります。そんな芸人さん顔負けのインコちゃんにはつい突っ込んでしまいますよね。あなたのインコちゃんについ突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。つい突っ込んでしまうインコちゃんあるある29。家にある爪楊枝などで遊ぶインコちゃん、かわいいですね。そんなインコちゃんにおもちゃを買ってきた飼い主さん、これで毎日一緒に遊んで仲良くなれるし、かわいい姿も見放題と危機としてインコちゃんにおもちゃをプレゼントします。そんな時につい突っ込んでしまうことがこちら。そんな嫌がらんでもええやん。そう、飼い主さんにとってはとても可愛くて遊びがいのありそうなおもちゃでも、インコちゃんにとっては何それ怖いなことがとても多いのです。怖がらなかったとしても全く興味を持ってこれないことも多々あります。おもちゃ箱に積み上がっていくインコちゃんたちのために買ってきたおもちゃが報われる日は来るのでしょうか。あなたがインコちゃんについ突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。つい突っ込んでしまうインコちゃんあるある30。インコちゃんと遊ぶ包丁タイム、幸せですね。そんな包丁タイムはインコちゃんにとっても特別な時間です。でもお腹が空いたり遊ぶのに満足したインコちゃんは自らカゴの中に戻る子もいるのです。そんな時につい突っ込んでしまう瞬間がこちら。小屋に戻ってくつろいでるからもう休むのかなと思って入り口閉めようとしたら、どうするんかーい。そう、カゴに戻ってからいつもの場所で羽繕いまで始めてくつろいでいるので遊ぶの飽きたのかなと思い、入り口を閉めようと近づいた瞬間に急いで飛び出してくるインコちゃん。なぜ一旦カゴに戻ったのか不思議です。あなたがインコちゃんについ突っ込んでしまう瞬間はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。